止まった動いてる。あ動いてる。今は動いてる。うごごごご。動いてる。今オートメーター配信。なんで分かるのオートメーター配信って。ちょっと俺も見てみよう。これで、あれを見りゃいいんだよね。 表示で。プレビュー。ああ、大丈夫か。大丈夫そうだな。FM 切ってるのに配信できてるから、そうだよね。本家と。なるほど。えっ、ー、と、なんだっけ。SCFH。 の方は、例えばこれ、今日、これから例えばジャンリもやるとして、ワイプの位置変えるじゃないですか。そうすると、一回立ち上げない。それ立ち上げたりしても別に問題、それはデバイスを立ち上げても問題ないという。もう本家 FM 何もいじらないで OK。ありがとうございます。えー、次、次の質問。これ最初に、えー、 枠を取るの方法ですねさっきはここから、えー、プラグインから、枠を取りにして、えー、枠を取るにして、まあ、配信内容の方をチェックした後に、配信を、枠を取るっていうふうにしたら、最初あのような、えー、最初、今日の最初の画面見ていただいた方は知ってると思うんですけど、真っ黒だったんですよね。 声もない真っ黒な画面で慌てて FME を立ち上げて通常やってる放送のやん感じで戻したんですよこれを最初はでも書いてある通りにすればいいのかななんかそこら辺が若干不安だったりするんですけど自動化開始ボタンを押し忘れてる 適用,適用してなかったから。なるほどね。自動化開始を押して、適用してから放送をスタートと。なるほど。自動化開始ボタンを押し忘れてると適稼働しない。なるほどで。そうすると、これプラグインで、 のコメントビューはね、コメントビューはもう一応同時に立ち上がるようには設定をしたつもりなのですがこれで NCV 連携でこういうふうに連携を有効にすると多重起動禁止するで、まあ、してるのですがあとプラグイン枠取り枠取りを自動化あれこれ今チェックすればいいね 自動化をしました。A、に枠取れますと。つまり、まあ、この時間だから自動延長は無理だけど、あのー、一回放送が止まって、また自動的に再開するっていうふうに考えていいんですかね。なるほど、なるほど、なるほど。ありがとうございます。 他なんか気をつけておくことってありますかねこの後、枠町があれば枠町の列に並ぶという。はい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 。そうなんです。今乙オートメター配信なんですそう。あ、そうそうそう。なんか気をつけておくことは、うん、別にないのかな <laughs> とりあえず、じゃあ、えー、フレームレートとか変更したら適用。ああフレームレートは一緒です。あの、普段の配信に合わせました。あと、入力、出力サイズも合わせました。SCFH はオートメーターに合わせないとダメになります。あ、これもしかしたら、今そうなってるのかな。ちょっと待ってね。 今はオートメーターになってないので、ここに合わせて OK でいいのかなで大丈夫。で、例えば、今これから例えばジャンルもやるとして、えまあちょっとレイアウト、CPU 対戦でレイアウトを見る、えー でこういう感じにすれば映るってことかな大丈夫っぽいよねもうちょっとこっちかちょっと待ってねパイが見えるよう、ね、にこれぐらいかジャンリューモン切れてる 切れてるあごめんちょっと待ってねこれはそっちの方かえー、っとえー、自動枠取りちょっと今ね実験してますいろいろとあーこうこうかこれでいいのかこれでどうだろう これで完璧か。OK。いいっすね。いや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 、これであとは、じゃあ、あと何分だっけ、えー、まだ10分 <laughs>。そうか。画質もいい。OK。完璧超人。20分。じゃあとりあえず、打ってて、打って、 自動的に枠を取れるか更新されるかどうかを確かめればいいんだですね。わかりました。うーんと、音声もちゃんし、じゃあちょっと、モバイルで、配信、干渉。あなるほど、パソコンじゃないのか。さあ、うまく。 一度枠取りできるでしょうか多分この時間はえー、あれですよねちょっと時間かかりますよねうんすぐ取れない可能性はあります確かにだからちょっととりあえず様子を見て様子を見ときますさあ運命の時間皆様やってまいりました失敗系、けこら <laughs> そんなことを言うでない 2分ぐらいかかるかも。いいっすね。まあ全然。いいじゃないですか。楽しみにして待っててください。とりあえずお疲れ様でございます。さあ。まさかのざまあるかどうなった どうなったんだろうな。これが新しいのが分からんからな。おできたできたタイトル何あー、タイトルがおかしなことになってるな。はい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 。枠名がバグってる。あー、なるほど。そうか。枠をちゃんと。 そうか。設定がおかしいんだ、それはな。いやー、いや、でもね、いや、これは結構成功ですよ、僕的には。えー、っと、だから、ここは、まあいいや、後でや,後でやろう。とりあえず、この単ちゃん終わらせよう。大検討、本当ですよ。いや<何>いやいやいや。何秒ぐらい待ちました、ちなみに。 関東省ということで、そうですね。30内海くらい。これ皆さんのところにはあれですかアラートとかが行くわけですか ?1 分すぐだった。結構早かった。いいねー。いいね。こうちょっと感動したわ。まさか四十のおっさんになってこんな感動できることがこんなちょくちょくあるなんて。いいねー。嬉しい。オートメーターに何 順番待ち何んかあ、だからオートメーター開いて見なきゃいけないんだな。俺さっき見なかったからな。あー、オッケー。そう、枠名がねガネ。ええー、ワク、ね、そうなんですよ。枠名はねちょっとミスった俺が。これで何でミスったかってすぐわかってる、わかってるんですよ。えー。 <laughs> お前らうるさいちょっとリクエスト多すぎ。あいや、皆さん協力してくださってありがとうございます。お気持ちは大変ありがたいのですが <laughs>、ちょっとあれもこれもできない <laughs>。許せ。ザ・マーも行ってみたかった。議題。いや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 。はい、そうです。本物でございます。あの、はめましてですね。もう VS バビロンじゃないですね。確かにね。おっしゃる通りでございます。 これいつ良さげだなじゃあこう行こう天保じゃなくて偽じゃなくてしかも本物です隣で寝てないし俺のとか言ってる人の隣ではねんしりのみだし、はあ、つまらんうわ オーラスでしょ上がりトップでしょまあリーチいくことないのか俺も。でもな。俺負けてもな2着でしょ大体これって。代わりにルシアカプロと放送してあげるから。いや断る。高いしかも。羽根まんまでいった免品。 ドライオンあドラさんか。この枠、そうです、そうです。自動枠取り機能です。まあ、積もられても変わるんならっていうところですね。こういうのはね。親だからこそ。はい。というわけで、えオーラス負けちゃいました。まあ、2着という形で。そうなんですよ。えー、ちょっとじゃあ、今、なんでこの枠がこういう題名 題名になっってしままたのかというとうですすねね閉じなんでそうなってしまったのかというと、プラグインのところに枠取りがあって、え題名がですね、こうなってるんですよね。この VS バビロン。で、ドルマーク、なんとかなんとか何枠目っていうのを。 ふ、えー、う風になってるんですよね。ここが多分原因なんですよ、ね。で、これを今から <laughs> 変えることができるのかどうかというのは多分無理なんですよね。多分、うん、一応なんかこの、この見えます今右側に。あ、見えないかちょっと。えー、っと、ここですね。この部分。放送中でもできる。 まず、この変な、変な、ドルマークが何が悪いんだろう。えっと、まず、ここですね。ここ、この、くくり方が悪いのかなえ、見えるかなちょっと大きくしよっか。 今、これだといかない。いかない。こういう感じですね。何かがおかしいんですね。多分これ。えー、負けないで。ありがとうございます。<laughs> 枠数カウントのところにチェック。あー、これ。枠数は マックスイとりあえず4枠ぐらいかなと思って普段2時間ぐらいかなと思って4って入れたんですけど、これはどうすればいいですかね。ワイプ邪魔か。俺ワイプ邪魔かな、これ。 枠数のとかロはい。ありがとうございます。で、これ全部そうですね。ゼロゼロはい。これでいいのかな。枠が取れるたびに自動的に数値が上がります。あ、そうすると一枠目、二枠目ってわかりますよね。OK。ー、で、まずその質問はまず OK になりました。で、次。もう一個。 今から次の枠になった時に、えー、まあ、題名を変えたいんですけど、これは、どうすればいいですかあ、今の枠、さっき前に放送した枠を取り込めばいいのか。もしかして。さっきの、 放送してしたやつを、例えば、これ、ちょっと俺なんか分かってきた。えー、っと、項目設定にしてつい、えー、既存の配信から取り込むにして、さっきの放送を OK 押すと、自動枠取りに挑戦になる。 で、これをコピって、で、こうこう、こういうふうにしたら、まずできました。そして、プラグインのアプリは、ん配信内容を、ここに変える。 で、どう次、延長したときに自然に変わらないかなあ、ちょっと見にくい。ごめんなさい。今ね、新しい、えー、配信内容の項目設定を追加したんですよ。こう四つ目に。えー、さっきの、さっき放送してた項目を追加しました。 そして、えー、今これで、そしてプラグインの枠取りの配信内容のところさっきここだったんですけど、今ここに変えました。ドルマークの前にスペースいらないあ、入れてないかも確かに。ちょっと待って。えー、スペースが、 入ってましたけど、こっちは入ってるけど、こっち入ってないね、確かに。これ全部入ってるもんね、他ね。はい。スペースいらないあ、いらないんだ。えー、OK です。これで多分、えー、うまくいくはずです。 えー、裏番組始めます。<laughs> 裏番組、友人戦やるか <laughs> 青森何しに行くの後からもっと挑戦す、あともっと挑戦するのはまだ設定がありますが、あ、じゃあちょっとなんかいいのがあったら教えてください。すいません、ちょっとあの、麻雀を期待してる皆様、もうちょっとだけ我慢してください。どっちにしてもこれ延長しますから。 日本オープンの予選上あ行ってらっしゃい <laughs> いいね青森ね行ったことないけどえー、あ何がちょっと挑戦するとすればどんなことがあるんでしょうか シュールで面白いですよ。本当ですかありがとうございます。麻雀は飾りだよ。進化を期待します。ありがとうございます。雪すごそう。マグロが美味しいイメージだ。なんか樹氷って感じがしますよね。八甲田山さんか、それ。プラグイン、枠取り共通設定。はい。プラグイン。プラグ、ちょっとみんな、みんなどういう風に見えてんだ俺ちょっと縮めちゃったからあれか。 これぐらい、はいはプラグイン、枠取り、共通設定。はい。えー、っと、はい。米 140? 何米140って。ああ、はいはいはい。はいはい。すいません。ああ、奥棒、また後でね。後で、ね、ってか、寝るかもしんないけどね。はい。 えー、共通設定はい枠取得待機時間今0秒友人セルならルンバさんを通じてこの枠共通枠数カウントを使うとすべての枠で枠数カウントができます えそれは何かいいことがあるのかなすべての枠で枠数カウント。例えば、ちょっと質問。今日、ま、例えば枠を4枠ぐらいやりますよね。で、明日、また別の、例えば、ジャンリューモンの今日はリーグ戦やりました。明日、公式戦やります。という場合には、5枠目、6枠目、7枠目みたいな感じになるんですか第何々回放送がわかるってこと あー、第〇〇回放送。あ、この、このマージャン配信は、えー、合わせてカウントされるってことか。だからこのトータルし、その、この放送は何回行きあー、なるほど。過去何回やったかわかんないんだけどな。まあでも、 でも今からやってもいいのかな例えば今まで何回放送したかってことが分かればそこからスタートするっていうこともできるのかどっちがいいんだろうな今まで何回放送したかっていうのは確かにし簡単に出てきそうだよねそれやるとタイムグラフト消すると悲しくなるなかなか面白いですなそうですね 今ゼロの数値を変えればいきます。そうなると自分のトップページを見て、今まで何回、何回しみたか。僕去年からやってるんですよね。えー、っと、10。これなんとは、どうやったらわかるんだろう。今まで、 10, でしょ10ってことは60回ちょっと待ってくださいねその場合共通カウントによるタクははーいうわ難しいなこれ調べるの どこまで行くんだろうあ、これ2月はやってないってことか、じゃあそう。でも8月とかゼロ,ゼロとかないと思うんだけどな。これトータルかな ?12 回の7回。これ全部トータルすればいいのかな調べました。テストワーク含め274。<laughs> なんでわかんの俺より先に。<laughs> おかしくない<笑><笑>どういうことだ <laughs> えっと、わかりました。ありがとうございます。<laughs> えっと、どうしましょう。えっ、ー、と、まず、これをコピって、コピって、ドルマーク、これをコピって、ああ、そうなんですか。ありがとうございます。えー、 で、まず、どこに入れるんですかこの、共通カウント。ここか。これか。これこれでいいのかなこれが273回目ってことですね。273枠目ってことか。でも、一、まあ、枠でね、ガツッとやったのもあるし。まあ一応。そして、そこは数字。 そこは数値入れてください。はい。どこだろう ?27、27 2七二か。272。はい。そして、この共通枠数カウント有効化をチェック。でですね。はい。ありがとうございます。そして、 そうすると次273回目っていう風になるのかな。次枠の時にね。で、さっきのあの、OK で枠取りの設定。OK で枠取りの詳細設定。ん共通設定えーと、ちょっと待ってくださいね。 項目設定はいはいしましたえー、っとああここのドルマークの部分がさっきのあれにな全部なるってことかなもしかして そうですね、同じように直していけば OK ですこうかこれをこうすればいいのかな全部貼っつけてあ本当だ自動的に変わるいやー腹減ってきたけど楽しくてやめらんねーこれこうか で、ここはもう閉じちゃえばいいと。なので、第、なんとか回、マージャン配信。あー、そっかそっか。そうだね。こっちを頭にすればいいんだ。第、ちょっと待ってね。ここで、第、えー、なんとか回、回、 次に間に間合うかなあと何分まだ10分ぐらいあるよね。OKOK。これをこっちにして、こうして、おこれでいいじゃないか。もしかして全部、全部こうすればいいじゃん。いいね。楽しくなってきたね。ちょっとごめんねコ。コメント見てないけどね。許してね。 そうできたできたいや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 さあお父様のための PC 講座本当本当その通りでございますありがとうございますそうすると次数値が反映されて枠が取れるとはい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  じゃあ、これで閉じて、あとは10分後待てばいいという、そういうことですね。いやいやいや、本当助かりました。また何かあったら教えてください。本当に嬉しいです。えー、実行なんで 早い早いねクソ早いすごいいやーこれは感動だわタイトルも OK ー本当だ272回あれ273になるんじゃなかったっけな自爆放送案内バグってなかったわかんないそれ大丈夫成功したちきしょう ロスタイム中272回おかしいね回数一つずれてるね全枠もついてる回数間違い鍛冶屋がまだ動いとまあさっきの全枠今止まった1回ぐらいええやんまあね いや、まあ、わざ,わざわ数えたなって一回直したいな。細けいけど <laughs> あの。これちっちゃい。多分そうだと思います。まあちょっとまそれよりも、ま,あ、まずまず今日の一番大事なテーマはこれ。えーと、まず、何が違うんだえーと、共通設定だよね。 共通設定で、次枠、こカッコがないのかなハッチが小山に来たら告示上がってしあっ、今日ね、セット打ってるはずですからね。あのー、小山さんが。大崎が言ってるのは知らなかったけど。こじってます。これが、多分、これかなカッコがないのかな こ,うかこれでいいのかな多分でこれが274にすればいいのかえー、っとここがちょっと今コピってみんなに見てもらおうまずコピってこうでこう 米火で文字が打てんなんでだ多分これで大丈夫だな米火で書き込みができんなんでだろう関取には挑戦しないですよああありがとうございますそのままコピーさせていただきます えっと、プラグイン。じゃあ、もうそ,そっくりそのまま使わせていただきます。ちょっと待って、間違えた。こっち。えー、共通設定。こうか。これで OK にし、えー、そして、あと、 配信内容を、違うな、このスペースをなくすと。あと、なんか俺が明らかに忘れてそうなことありますかまあ、いっぱいあるわな。はい、これでよし。 キャップがもしよければ、まあ、龍神製にしと。あッ OK です。いいですよ。どうすればいいのかなこれ、適用とかも押さなくていいよね、別に。いいよね。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、どうすればいいんだろう。適用さなくても大丈夫だ。